始まりました。ダンサートーク、ダンス大好きママダンサー MC のさやかです。よろしくお願いします。こちらのチャンネルではですね、ゲストダンサーをお呼びして、そちらの方のダンサールーツ、成功談、失敗談を伺うことで、後輩のダンサーの方はぜひ参考に、そして将来ね、家庭を持ちたいなと思ってるダンサーの方はですね、私含め結構ママダンサーの方も出られてるチャンネルになりますので、ぜひね、いろんな方のやり方を参考にしていただけたら楽しいかなと思い続けてます。ダンス好きのチャンネルでございます。本日お待たせしました、ゲストトークです。お久しぶりでもですね、本日のゲストトークすごいですよ、皆さん。なんと、安室奈美恵さん、西野カナさん、倖田來未さん、もう名だたる有名アーティストのバックアップダンサーですね、サポートを務め上げたダンサーの方が出てくれることとなっておりますので、もう早速ね、呼び込んでいきたいと思います。本日のゲストダンサーは、この方です。はい。のゲストはケイスケです。どうもー、ケイスケでーす。いやー、ありがとうございます。いやー、いいんです待ってたよ。いや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 、いつ呼んでくれるのかななんて思ってましたけども、ありがとうございます。ほんま、でも忙しかったな。お忙しい中ね、来ていただいて本当にありがとうございます。そんなケイスケなんですけど、どういう知り合いっていうとね、あのドリカムさんのね、黒鳥ダンサーっていう、まあ、過去に結構私の出てくれたゲストさんは黒鳥出身が多いんで、見てくれた方は分かると思うんですけど、そちらのねドリカムさんのステージで一緒に踊った、はい、僕がきっかけで出会ったねダンサーの子なんですよね。そうなんです。ほんでやな、西野カナちゃんのダンサーさんをね、こうされてた時に、なんかミュージックステーションスーパーライブっていう、はいはい、フェスみたいな、もういろんなアーティストさんが出るスペシャルな回の時に、私は倖田來未さんのバックダンサーで出てたんですけど、その時にも楽屋というか舞台裏でケイスケを見つけて、そのカナヤンダンサーズのメンバーで、はいはい、おっておーみたいな、ここにおったみたいな、そっからもう有名アーティストのバックアップいろいろやってるから、それもあったし、しかもね、今日なんかちょっと緊張してみたいなのも言ってたけど、うん、私からしたら、はいはいはい、YouTube パイセンなんですよ。何を言うてんの何を言うてんのやってるよね。まあまあね、今やってないですけどね、今全然やってないですけど、ちょっとやってみてるけど、チャンネルやってるよね。チャンネルやってる。こちらの方に概要欄に載せてますんで、皆さんぜひぜひ、はい、よかったら来てたのもみんな飛んでみてください。というわけで、ちょっとおしゃべりもね、多分私はものすごい安心感を持って今日来てるので、いやいやいや、もうゆるくしゃべれるやろうなみたいな、お上手にしゃべってくれると思うのね。顔がね、お、今日顔がうるさいこれ皆さん付き合ってください。よろしくお願いします。じゃあそんなね、ケイちゃんのねダンサールーツ、お、はい、最初からね本当にこう深掘って聞いていきたいと思いますので、うんうん、よろしくお願いします。ダンスとのまず出会い、ケイスケの経歴って多分もうあんまりないパターンかもしれないので、はい、ぜひぜひ、はいはい、聞きたいです。始まりは、1998年の野縁っていう、トンネルズ、あ、いえ、トンネルズのお二人とこう番組の大道具さんが歌って踊るっていう企画がありまして、それをテレビで見た時にもうやばかっけっていう、始まりはそれですね。小学6年生の時ですね。うわ、かっけーって思って、まあその当時、まあ別にそのダンスとか習ってないし、だけどなんかこう素人の大道具さんがこう踊ってる、しかも踊れてるっていう、当時そのサムさんが確か教えてて、あ、そだけ、それがもうかっこよくて、 PV とか見てこうなんかちょっとこう、まあコピーダンスじゃないけど、今まあ今でこそ流行ってますけど、っていうのをやってたかなっていうのが始まりかなっていう。小6の時か、うん、じゃあ結構それまではあのダンスとかには出て触れてこなかったの。もう何にも、何にも、幼稚園、小学校、何にも。そうなんや。どっちかっていうとなんか違う習い事してたりした。ああ、もう全然水泳とかも本当ごくごくごく普通の。あ、そうなんや、うん、そっからじゃあ高学年の6年生になってさ、はい、なんかこういうのやりたいと、アーティストっぽいことかやりたいかもってなって、なんかアクションが起こしたんですか。いやいや、もう全然、いや、もうただ本当にテレビの向こうの世界だから、もう俺がなんかそんなとこに行けるなんてもうみじんも思ってないし、ね、むしろなんかなりたいとも別に思ってなかったかな、その時は。はい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 、うん、時が過ぎるってこと、そっから。そう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 、高校2年生ぐらいかな、2、3年生の時に、うんうん、メロディーっていう
歌手の方がその当時いまして、今そのみやびさんってあのギタリストの有名な奥様、奥様知ってる知ってる、メロディーさんのそのシンプルアズダットっていう曲がありまして、それをこうテレビでだからたまたまこう MV が流れてきて、で俺もなんかたまたま振ってみた時にこうよく言うあの電気が走るみたいな、こうあのビビッとビビッと来るみたいな、なんかそこでなんかあって、メロディーさんってちょっと R&B みたいな感じでね、かっこよかったよね。あ、ご存知ですか。知って、私は M フロートの田中の方が一緒に歌ってた、はいはい、ミスユーが自分では好きやって今も聞く、いい曲、いい曲、かっこいいな思って、ちょっとそのライブに行きたいと、とりあえずそのメロディーさんの、うん、あ、僕北海道生まれなんです。あ、そう、出身がね、そう、北海道なんですよ。で、その札幌にそのメロディーさんが来た時に、そのなんかこう無料広場みたいな、こう無料ライブみたいなのを当時やってて、なんかこう 今でこそイオンとかでやるような感じで、で、その時見に行って、その時にこう踊られてたダンサーの人2人いたんだけど、ヤスさんっていう方、ご存知かな、今ノアとかで教えてる、もう大御所の方、それこそあの高田さんの2001から2003やられてて、もう本当初期の初期にやられてた方とか、そのヤスさんがもうめちゃめちゃかっこよくて、初めてこう生でこうダンサーを見るみたいな、はい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 、ゴリゴリのね、しかもね、ゴリゴリのダンサーも、だってジャケットに上裸でシックスパックで、うん、もうなんか高身長でソロとかバク転とかもするし、めっちゃくるくる回るしみたいな、うん、やばーみたいな、そこでもう第2波でさ、もうビジ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 って、北海道のね、いや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 、お産子青年もびっくりするよね、いやいやいや、なんでこれっていう、そこでライブ終わりました。はいはいはい。で、まあメロディーさんも好きだったけど、それよりもその後ろ通るやすさんに衝撃を受けすぎて、無料ライブって動線、こう帰るアーティストの動線がこう一般の人が歩くとこも通るから、こうセキュリティの人とかいるんだけど、メロディーさんじゃなくてやすさんの方に行って走って、かわいい、トントンってやって、その当時俺もまだそのダンスとかもやってないし、だけどなんか衝撃を受けて、もうこう興奮鼻息混じりにトントン言うて、なんだっけと思ったんだ、ヤスさんに、どうやったらバックダンサーになれますかって来て、そう急にダンスもやってないのよ、なんだこいつ、そうそうそう、なんだこいつ、なんだこいつ言ったの、そうそうそう、へー、で言ったら結構なんか悩むことなく、うん、そのヤスさんっていう方が、いやもう諦めなければ叶うから頑張ってねっていう、サラリーと言ってくれたんや。で、今があります。ヤスさん。そうなんです。で今もまだお会いできてないんで、今度ちょっとレッスンに行ってちょっとその時の思いを話そうかななんて思ってます。そう。びっくりする。いや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 、誰やねんお前っていう。そう、まずね。面白い。ただ高校生の時に言われたものの、そのよし、じゃあ次の日からこうダンススクール行こう、みたいな感じもならず、おただまあ高2なんで、まあなんか諦めなければ体のかなみたいな、いけるっしょみたいな謎の自信っていう、うん、あるよね、はい、なんであんな自信あるんだろうね、怖いよね、怖いのよ、そのヤスさんに話しかけにいたてめえが怖いサイキと、そうそうそうって思ってて、で僕柔道部でして、あ、そうなんだ、中高そういう形してるよね、なんか柔道のこの幅胸は柔道で培ったんだ、うん、誰がと思うね、で、柔道やってまして、で、高校2年生の時にその副部長がブレイクダンスをやってまして、うん、あ、そうなの、はい、面白い、そっからその副部長にブレイクダンスを習うっていうのがまあ正式な始まりかなっていうダンスの、あ、なるほど、はい、そこの学校のコミュニティでやってるやつを教えてもらったんだ、 yes, 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 yes. なるほどね、そうです、地方はあるあるかもね、そういう歌と、まあ、かじってる子に、あ、そう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 、弾きやすいし、でもブレイクダンスか、うん、始まりが、うん、ブレイクダンスのイメージ、あ、今あんまないんだけど立ち踊りって言われるね、やっぱストリートダンス、ホップだったりジャズダンスだったり、そういう要素が強いと思うんだけど、そういうものはどうやって習っていくというか習得していくんですか、その当時、この何ダンスっていうのも分からず、
あ、そうか。とりあえずなんか床で回ってるのをこれをブレイクダンスって言うんだっていう。そっか、ジャンルがわからないのか、ダンスやってない人からすると。そう、そっか、そっか、そうだよね。だからその野猿のダンスと床でくるくる回るダンス俺一緒だと思ってたからなるほどね。なんだけど教えてもらっても、うん、なんかこうあの手でくるくる回ったりとか、うん、あれなんか野猿と違うなみたいな違うよあれなんか俺やりたいのがこれ、いやこれじゃないなみたいな。やっぱ野猿なんだね。やっぱりこうルーツは野猿なんで、でそっからなんだかんだで俺はなんかちょっとなんか立ってこうなんか踊るのをやりたいってそいつに言ったら、なんか紹介してくれて、他のブレイクダンスもやってるんだけど立ち踊りもできるっていうやつがいて、へでそいつにいろいろ教えてもらいながらちょっとやり始めたかなっていうのが公認。あ、そうなんだ、うん、初めてその教えてくれた副部長くんの名前はちなみに何なんですか。片山くんですね。片山くん、はい、片山くんにまあブレイクダンスをまず見たい、はいはいはい、その片山くんが紹介してくれた、うん、藤くん見てる藤くん、うん、じゃあその藤くんと片山くんがまあ最初の師匠みたいな。まあ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 、高校の後、うん、次大学は行った方、うん、行きました。なるほど、大学生にもなり、はい、ちゃんと大学受験して大学にも行き、行きました。大学でもダンスを続けてたの。大学の時にまたこうターニングポイントみたいなのがありまして。え、なに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 、大学なんだ。まあ大学入るとこうダンスこうやってサークルじゃないんだけど、うん、やってる人がいて。北海道の大学？イエスイエス。それまでそんなダンススクールに行ってないから、うん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 、そのなんかこうやって動くんだよっていうものに対して、ああそうねぐらいのテンションだから、うんうん、その大学1年生の時に初めてアップとダウンを知るっていう。おー、なるほど基礎にやっとそこで出会うの大学生で。そう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 、だからちょっと遅いですよね。なんかこうダンス人口って若いからさ、うん、遅めのタイプのダンサーさんなんですよね、うんうん、はい、その友達が、あ、これダウンって言うんだ、これアップって言うんだって教えてもらった1ヶ月後にダンスコンテストに出ました、チームを組んで1ヶ月後に、あ、これダウンやアップやコンテスト出るぞみたいな嘘やみたいな。で、案の定ダメなんですよ。それはそうです。いや、うん、他のメンバーはダンスやってました。そうだよね、うん、で俺ちゃんと習って1ヶ月面白いな大学生って、うん、で全然ダメだったんだけど、その時に個人賞をいただきました僕。マジで、なぜ。そうなぜなの、ごめんなさい、なぜなの失礼かもしれないけど、なぜで、その当時でこうチームバリーグラウンドっていうチームを組んで、そのじゃあ最後にちょっと個人賞がありますと。でその今もこう北海道で大御所とされているその力也先生って いらっしゃるんですけど、うん、その先生にちょっと一人個人賞あげたやつがいるって言われて、こう僕呼ばれました。マジ、おどーす、あ、またピノキオマジで、何だったんだろう、何だったのやかましいわそうか、そうなんです。え、嬉しかったですよね。ちょっと、いや、もうめちゃくちゃ自信になるというか、本当にこれでちょっと乗っちゃった、調子乗っちゃって、もうすごいよすごいよ、うんうん。でそっから力也先生がこういろんな人紹介してくれたりするわけですよ。ダンススタジオやってる方とかこうね。なるほど。でもう会うたび いいねって言われる、たんですよ、その時もうアップダウン1ヶ月ぐらいしかやってないやつ。いやマジかよ。全然下手くそなんですよ。もう死ぬほど、もう今でも見れないぐらい超絶下手くそなんですけど、何かが感じたんだろうな、その力也先生からしたら、おこいついいなっていう何かが、何かがこうあったんでしょうね。へえ。なんでもうなんかやっぱりこの初動始めた時に、うん、いや才能ないよとか、うん、諦めた方がいいんじゃないって言われたら、はい、へこむと思うんですけど、うん、この最初の初動でもうめっちゃええやんって言われる、お文字ですか？なるほどね、褒め上手。はい。なんかそれ。その最初だったから今もやってるかなっていうぐらい結構嬉しくて。そっか、スタートが遅いけどこう否定されてないんだ。そう、うん、最初はね。だってさ、その、メロディさんのね、うんうん、バックアップやってた人にも、うんうんうん、話しかけた時に、うんうん、なれるよって続けたらって、うんうん、結構ポジティブな雰囲気返してくれたじゃない、うんうんうん、だから会った人会った人結構肯定してくれたんだね。そうだね、うん、力也さんのおかげで、まあ、コミュニティが広がっていくと、うんうん、そうなっていくともういよいよこうハマるとは思うんですけども、うん、こっからも状況のきっかけに飛んでもいいのか、その間飛んでないんですよ。で、2007年ですよ。2007年、はい、にドリカムのその黒鳥の先駆けですね、はいはい、あ、最初のやつだ。なんか私もまだ出てないやつだ。ああ、そっか、もしかして、うん、それを札幌でもやりますと、
こう地方の、ダンサーを集めてドリームズカムトゥルーさんのステージに出してあげましょうみたいな企画があるんですけど、それの2007年札幌公演の時につながりも増えてて、あのケイスケどうだと出てみないかって言われて、いやもうそんなのありますって言って初めて、札幌ドームっていうあのドームがあるんですけど、そこで立ったのが初めてです。ドームに立ったんだ初めて。次がもうあの発表会とかも何も出たことのない人間がいきなりこう札幌ドームにドーンって立つ。すごい経験。衝撃でも、それが北海道の子たちを上げてくれる機会があったんだね。Yes. 三上さんは本当にね、いやもう本当にいまだにもうやっぱダンサーの子たちをこうプッシュしてくれる人っていまだにやってますからね。そこドリカムさんですか、もしかしてそのステージがやべえってなった。やべ、そうです。まさにまさにそうなんです。そうなんですか。しゃぐれなくていいんだけど。それでうわこれはいよいよ俺はダンサーの道に進むかもって思ったってことですか。でなかなかいかねえ。その時まあ出たのが2曲かな、こう旗を振ったり踊ったりっていうので、こう何万人の景色を見て、そこでもう本当なりたいな、もっと長い時間踊ってたいなっていう。だけどその仕事とかもなく、その北海道ってそんなこうバックダンスの仕事があるわけではないので、でそこでまあ4大行ってたんで、まあ就職するかどうするかみたいな。ああそういう時期も差し掛かり、まあダンスやりたいけど仕事ないから、とりあえずというか、まあお寿司屋さんに入りました、僕。あ、そうなんだね、はい、一回就職するんだ。一回就職して、寿司屋うまそう、北海道の寿司屋うまいっすで、それで1年ぐらい経った時に、なんかふと寿司屋の社長にちょっとダンスやりたいんでやめさせてくださいって言って、なんかわかんない、別に何があったわけでもないけど、ずっともやもやしてたわけじゃなくて、まあずっともやもやしてたけど、ずっとやってたし、寿司握りながら踊ってたりもしたし、いやお前が本気だったらまあやめてもいいぞっていうので、やめた確か2ヶ月後ぐらいに倖田來未さんの全国オーディションがあって、それに受かって東京に来るっていう。そんな感じですね。寿司屋辞めて2ヶ月後2ヶ月後ぐらいですね。多分 YouTube チャンネルで話してたやつ、ね、ああそうですそうですそうです、ね、あの見た、そうなんです。すごいきっかけと思って、オーディションがすごいな、あんたよう受かったの。あれはあのオーディションは書類と、面接、直接もちろん見てもらってのダンスの審査だったんですけど、すごいよね。そんな、すごくはないですけど受けに行ったんでしょ、東京から。行った、初めての東京。もうお寿司屋さんも辞めたし、いやこれは取らんとっていう気持ちで行って、小田さんのやつ買いましたっていう動画を見て、で、なんかさ、新之助さんのさ、エピソードちょっと喋ってたやんイケメンの新之助さん。じゃあ私も小田さんめっちゃもう大好きで、いろんな PV とかライブ DVD とかもめちゃくちゃ見てたから、もちろん新之助さんのことは知ってるわけよ。で、あの私びっくりしてるけどさ、今子供がね、私小学校3年生の長男と、年少さんの娘がいるんですけど、長男がね、幼稚園の時にあの初めての、運動会に行ったわけですよ。頑張れって言って応援したら、なんかひときわオーラを放った男の人がいて、誰のパパあれみたいな、すげえオーラ放ってる、誰のパパやっけと思ったら、新之助さんいて、予防同じ幼稚園だったの、子供が。すごい、ってなって、新之助さんがそのままそこ行って、東京上京したての時結構レッスンに通ってたので、そうっていう、まあ、私もさ子供産んでからは結構久しぶりにお会いして、あ同じ幼稚園ですねってなって、そっからもう幼稚園にお迎え行くたびちょっと緊張するみたいな言い張ったら、あお疲れ様ですって言っちゃうみたいなすごい。そうそう、でも全然ね、素敵な方でね、いやもう王子様です。お話を聞いて、おー分かるわって、雰囲気分かるわと思いながら、そう、ちょっと脱線しましたけども、倖田さんのライブに出ましたと、まあ、そのお話詳しく聞いてる方は、YouTube チャンネルちょっと見に行ってみてください、で、そのライブに出ました。そっから北海道に残るのかどうしようっていうのは考えたんですか。まあそうです、そっからその当時まだ北海道に住んでたんで、そうだね、で、そうだね、倖田さんの東京ドーム終わりました、で、帰ってきました。で、その後もしゅんさん、小田さんのダンサーをされてる、もう大先輩のしゅんさん
ジャズが、ね、あのお仕事をいただいてもう一回東京行ったりとかっていうことはしてたんですけど、あ、そうなんだ、ありがたいですね。まあでもなんか仕事したいんだったら東京住んだ方がいいんじゃないみたいな、おお、さらりと、はい、さらりとあって、お、行くこうじゃっていうのでパッと来るっていう、そこでやっと行動したんだね、こう状況できたってことだね。そうだね、うん、まあでもその大きな仕事のきっかけがあったからって、まあ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 、コミュニティが一回できたからこそ、うんうん、よっしゃ、じゃあ北海道出ようかってなったんですね、うん、ダンスにこう行くのがちょっとね、こうグズグズしてたっていうか、まあ、ちょい遅かったじゃないですか、うん、その時はご両親っていうのはどんな感じのご両親なんですか、うん、なんか同性愛性っていうのは言ってくれてたんですか、うん、進路ですよね。大学行く行かないの時は専門学校に行くか、はいはいはい、大学行くかみたいな、はいはいはい、でそこはもう大学行っときみたいな、なるほどなるほど、で就職の時もまあ、ダンスか、まあ、正社員かみたいな、でとりあえず正社員経験しなさいと、うん、で今回その東京行くか行かないかはまあ頑張ってくればっていう、なるほどね、うん、あなたもあれなんだね、こっちに行きたいとかもう強くこう決めて行ってたわけじゃなく、うん、なんかこう信頼のできるご両親だったというか、うん、そっちの社会勉強を先に、うんうんうん、じゃあしようかなって思える家庭だったというか、うんうん、そうだね、うん、でもそのなんていうんだろう、道筋的には大学行った方がいいよ、就職した方がいいよ、うん、社会勉強した方がいいよって言ってくれたご両親だったけど、多分ちょっと迷いがあったと思うのよ、そのダンスの方に行こうっていう時はね、うん、でも背中を押してくれたと、うん、まあだからその甲田さんの時に北海道からこう母親が見に来てくれたし、あ、そうなんだ、それを見てたからっていうのもあるかもしれないし、うん、親御さんはどうなの、それダンスとか音楽は好きな人だったりする、あんまり触れてない、あんまり触れてないと思うんだよな、うん、ドキドキしただろうな、うん、どんなご両親なんだろう、気になってるんですけどね、もう至って普通なね、うん、広大な大地で、うん、住んでらっしゃるいつもね、こうみんなのパパママが気になっちゃって、ほうほう、ママですからねそうなんですよね、うん、どういう育て方したんやろうな、そっちがね、やっぱ気になっちゃうんですよ、はい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 、このチャンネルの視聴者さん多分そうだって、あー、なるほどですね、もう親になっていて、うん、子供にダンスさせてるっていう人もね、多分見てくれてると思うので、うん、そっちが気になっちゃって、うん、東京にじゃあ上京しましたと、うん、こっからの活動って私は結構なんかトントントンって言ってる風に私は感じてるんですけど、傍から見るとね、ほう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 、どういう風な流れでこう活動していたんですか、上京してからは。今回はここまで、次回も見てな。ほな。